シャキーン、僕チャンネルへようこそ。始まりました。はい、今日はね、はい、助手、あ、助手なんですか。助手の並木選手もね、ちょっと来てもらって、はい、ワンで活躍中、ワンで活躍中、はい、で、今日はどこですか、ここ。ここはですね、はい、僕さんもよく知ってらっしゃるんですけど確かに、はい、タトゥーアーティストのアキラさんのスタジオ、スタジオ、はい、都内某所のね、都内某所、まあ概要欄見ていただければわかると思うんですけど、僕たちもね、タトゥーを入れるときは起きてお邪魔してやってるんですけど、そうですね、後ろはキッドさんの写真もありますね。ああ、そう、キッドさんもアキラさんも、そう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 、はい、なんかさんタトゥーでやつもですけどね、いつも来てやってるんですけど、たまたま今日並木くんもね、アメリカから日本帰ってきてて、はい、で入れに来てるんで、ちょっとついでにアシスタントしてもらおうかな。じゃあタトゥー、今日は並木くんいるから、もう並木くんにもう真っ裸になってもらって、はい、真っ裸、真っ裸になってもらって一個一個ちょっと聞いてくる。そうですね、うん、はい、興味ある人多いと思う。確かに、せっかくなんでね、はい、タトゥーアーティストのアキラさんにもちょっと、はい、天の声してもらって、天の声、天の声、はい、天の声、声、声、声出演で。並木くんタトゥー入れるきっかけは何ですか。ああ、きっかけはまあでもテレビで総合格闘技見てて、うん、やっぱ入ってる人かっこいいなと思って、まあキッドさんもそうなんですけど、うん、そうですね、そっからですね。最初何入れました、一番最初。最初は内側の家紋と波を入れて、名前が並木なんで、海の波とアップで川原の家紋を。へえ、あ、これ、あ、そうなってたんですね。はい、それが最初だったんです。これが一番初めですね。何歳ぐらいの時に。あ、でも20歳ぐらいですかね。なんか絶対後悔しないというか、名前の波と家紋なんで。確かに、はい、を入れました。へえ、なんかさっき少し聞いた話だと、はい、並木さんの波が結構あれなんですか。そうですね、名前が並木なんで、内側は全部波で入れてます。すごいね、内側からね。はい、一応こだわりが。そうですね。で、内側コンプリートしたらどうするんですか。いや、内側だけ入ってる人っていうのを外国でも見たことなくて。確かに、なんかこのまんまでいいんかなって思ってますね。って思うじゃん。はい、絶対入れたくなると思います。いや、そうなんです。いや、ちょっとずつ増えていってるんで、今日もちょっと新しいこの表側を行ったんで、はいはい、なんかこう行くんかなっていうのはありますね。思いきや、でも今のところこう内側くん。そうですね。確かに、なんか次入れたい場所とかあります。あー、まあここの続きを入れたいんですけど、うん、今日掘ってもらったところのプラスちょっと足とかも行ってみたいですね。首とかは。いや、首はちょっと見えるところには。そうですね、お母さんお父さんちょっとみんな入ってる人を、はい、一緒だろって思いがちだけど入れてる人は入れてる人で一応自分の中でラインが、ね、はい、なるほど。で、今首とか顔とかみんな入れてるじゃないですか。そうですね、ちょっと入れたいなっていう願望もあります。まあ、ないですね。ない、そこはちょっと、はい、はい、まあね、いきなり並木君が顔面入ってても怖いから。なんかそのアメリカにいてるとそういうのはありなんかなとか、アメリカで生活するって決まったらありかなとは思うんですけど、やっぱ今はまだそのお母さんお父さんの知り合いと会う時があったりするので、そうですね、なんかその一応、はい、ね、バリバリ気にし、ね、しながらみんなタトゥー、そうですね、タトゥー愛がね、まあタトゥーは入れたらこうテンション上がったりするっすもんね。そうですね、モチベーションにはなります。あとなんか試合するのにちょっとお守り代わりというかね。はい、なんか最初はね、意味を持たせて、うん、あ、意味があるから入れるんだよっていうのをすごい強調するんですけど、うん、僕の場合途中から全く意味なくなってただ入れたい衝動に駆られるっていう。一応今のところ全部意味があって入れてる感じですか。一応そうですね。ね、はい。なんか日本のことで日本のつながるものとかを今のところは入れてます。で、これだと思って入れてるみたいな。そうですね。タトゥー界ももう何回かに分けてやってるんですけど、はい、やっぱしこのタトゥー入ってる人間の地位向上
目指して、ちょっと、あの誤解が多い世界だと思うので、ちょっと誤解をね、解いていこうかなと。みきくんはそこら辺どう思ってます？あー、でもその入れ墨に対してのあれを変えたいなとは思ってますね。あのアスリートが入れることによって、そのなんていうんですか、不良ではなくてトッププロアスリートが入れれるものっていうものにしたいですね。確かに、まあ、海外ではそういう感じになってるけどね。そうですね、はい、もうメッシとかめっちゃ入ってますよね。確かに、ベッカムとかマジでもうね、あの2人トップで、はい、だからそんぐらいね、あのいいイメージ、いいイメージっていうか、まあ、あんましこう威嚇しないように、まあジェントルマンだからね、はい、やっぱテーマはジェントルマンなんで。そうですね、ジェントルマンじゃなきゃあんましタトゥーをね入れたら、まあちょっとよろしくないのかなと思うんですけど、ちょっとこのタトゥーの回でちょっとタトゥーを解説していくっていうことなんですけど、はい、ナムキュンがやっぱ脱いだ方がいいですか？ちょっとぜひ、はい、いいですか？はい、はい、僕は脱がないですよ今回。今日今回は僕さん脱ぐ回もあるんで。いや僕全然あとでできます。おお、ね、やっぱ持ち汗かいてね、試合とかね、あのもちろん見たことあったんですけど、まじまじと見る機会があんまないんで、ね、すごい、やっぱさ、はい、胸にでっかく入ってるとかっこいいっすよね。本当っすね、うん、でもやっぱ胸もそうっすね、波なんですね。そうですね、へえ、自分の名前なんで後悔することはないかなと思って、はいはい、なるほど。このお猿さんは見ざる、聞かざる、言わざる。そうですね、ちっちゃい頃、はい、仏壇に飾ってあって、ね、ずっと意味を分からず見てきて、で大人になった時にその意味を教えられて、すごい食らった記憶があって、見たまんまで。そうです。で、今日出られたのが、アキラさんがいる。はい、お母さんも鶴ですね、はい。おカメも入れなきゃね。そうですね、本当そうですね、いいですね、うん、はい。縁起物を入れたくなりますよね。なります。今そうですね、縁起物ブームが僕になって確かに縁起物ってわけじゃないですけど、このトンボとかはね、はい、はいはい、昔の武将の勝ち虫入ってるみたいで、はい、でこれみんな入ってるんですよ。多いんですか？そう、 僕らの仲間うち、あきらさんが。他に入ってる選手はあれ誰？ヤシャボ入ってる。はい、ヤシャボも入ってます。ヤシャボも入ってるよ。はい、へぇ、あ、本当ですね、うん、あ、そういう意味もあるんですね。そう、キットさんも入ってる。へぇ、入ってますよね。うん、へぇ、前にしか進まないみたいなトンボ。あー、なるほど。そうそう、全身あるので、ちょっとデラックスバージョンのトンボだけどね。ちょっと、そうですねちょっと、サイズも違いますけど、まあ、場所のスペースの問題があったと思いますけど。背中も入ってる。そうですね、背中も入ってる。と、日本の神様と、富士山。おお、出た、神様もいる。はい、すごいね。ドラゴンがいて、はい、なんかあの、古代日本がテーマで来ました。へぇー、テーマあるな日本人なんで。へぇ、髪型もね、古代日本人みたいな。そうですね、だいぶ古代日本人っぽくて、ね、はい、すごいよね、銭湯のあれみたいにしちゃえばいいじゃん、絵みたいな壁画みたいな。壁画みたいななんかそういうのをイメージして入れたんですけど。なるほど、はい、へぇ、かっけぇ。どこが一番痛かったっすか？あー、でもどこも痛かったんですけど、脇腹ってか、ここですかね。はい、背中も痛いっすよ。いや、背中もめちゃくちゃ痛かったですね。お尻とかは入ってますか？お尻もちょっと入ってるんですけど、お尻も結構やばかった記憶が。ねえ、あ、そこまでいってるんですね。そうですね、さっき初めて入れてるところ見たんですけど、うん、どうでした？いや、あの、全然なんですか、寝てるみたいな感じだったんでそうですね、痛い。やっぱさ、どういう感じで痛そうなのかなと。まあ、めっちゃ痛いんだけど、痛かったらちょっと格好悪いっていうのがありますね。こうポーカーフェイスで、それも2時間過ぎるとポーカーフェイスもちょっと効かなくなっちゃうんですけど、ね、その時はもう俺ノーフェイスのマスクかぶってバレないように。バレないように。痛くてやめちゃいそうか、アキラさん言うんですか？まあ痛けど、はい、最近はあんまりいないけど、
やっぱここはあの筋はマシンだけど、はい、あの全部手彫りなんで、はい、色の入りはめっちゃ綺麗ですよね、うん、ちょっと違うところがあるかもしれない、うん、やっぱそこはちょっとこだわりの、なるほど、日本のスタイルで、うん、アメリカに住んでること住んでるんですよね今。そうですね、ほとんど向こうに行ってます。そうですよね、はい、アメリカでは普通に入れたいと思う。あ、入れたいなとは思ってて。全部今のところ日本で。今のところは、はい、全部日本です。多分もう時期やと思うんですけど入れ出したら止まんないね。そうだと思いますけどね。へー、並木くんもこの時期だったら、はい、もうシャツ全開で歩いちゃう。いやいや、アメリカでは本当そうですね。日本やとさすがに。あの、この間ヤシャボーはあのシャツ全開で山手線乗って現れたけど、そんぐらいね、売り切ったら全然いいと思うし、うん、まあキッドさんとかも有名だからさ、はいはいはい、相手威嚇するわけじゃないじゃん、うん、そうですね。中途半端とかあんま知られてない人が入ってるとちょっと怖いなってなって、あの人知ってるって、ね、ファイターとしても知ってる有名とか、うん、はいはい、例えばマクレガーとかあってさ、入れ墨ちょっと出てるからって嫌だなとは思わないでしょ。そうですね、そこまで持ってきたよねなるほど、そしたら楽だと思う。でも怖い人はタトゥー入ってても入ってるの怖いじゃないですか確かにだからなんかタトゥーのとこだけ取り上げられちゃうのがよくないですね確かに。あとはやっぱタトゥーをそういうなんか威嚇に使う人がまだいると思うんですよ、ね、はいはい、でそういう人がいると僕たちみたいなね真面目なあのタトゥー愛好家からすると、はい、すごい迷惑かな。確かに確かに、入れるんだったらちょっとすごい行儀よくしてもらいたいなっていう、ね、でも時よりはっていうか見る目は全然変わってきてますよ、ね、確かに。タトゥーかっこいいやってなってるじゃないですか、うん、まあファッションなんでね、はいはい、あんましあれは個性も出るし、あんまし煽れないんですけど、うん、あの好き勝手入れろとか、はい、あの自分で決めることなんで、はい、興味がある人はすごいいっぱいいると思うけど、あの僕は脱がなくて大丈夫ですか。脱ぎましょうかじゃあ、はい、お願いします。芸術っすよねそう、こういう波くんみたいなジェントルマンが、はい、タトゥー入れてくれたらね、はい、僕たちもちょっと肩身狭い思いしないんですけど、ちょっとそこら辺、あの風紀委員会やってみて、うん、そうですね、だからこのタトゥーシリーズで、うん、ジェントルなファイターをいっぱい紹介していけばイメージ払拭につながりますから。で、あとはジェントルマンのやつに入れさせる、はい、それはまた違う問題になってきますけど本当、あのドミネーターとか入れる絶対入れますけど、山さんちょっと入れてもらって一番目立つところに。今日なんかありがとうございました。すいませんでした、ありがとうございます。タトゥー入れに来たところだったら何かあると思うんですけど、じゃあちゃんとギャラ10万円払うんで足しにしてください。試合の予定はどんな感じなんですか。あ、でも10月か11月ぐらいにできたらいいなとは思ってます、まだ未定なんですけど。アメリカで、あ、ワンで、はい、ワンです。あ、ワン、そこからのね、ナミ選手の活躍に期待で、ね、はい、あの僕の部屋でも何でもないのに出てもらって、ね、はい、でも第1回目なんで、第1回のタトゥーシリーズ、はいはい、タトゥーシリーズ、はい、今後とも頑張ってください、はい、応援します、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい。